SCP-248-JP。オブジェクトクラス。ユークリッド。特別収容プロトコル。SCP-248-JP。1はサイト。8017の収容ロッカーに保管されています。SCP-248-JP。2はポリタンクに詰めた状態でサイト。8181内の冷蔵庫に保管されています。冷凍庫の室温は設置し、1号を維持、凍結した状態を保ってください。概要、SCP-248-JP-1 は、アンチマヨネーゼ、とタイトルされた制作会社及び出演者不明の DVD です。DVD は寸法 135mm×190mm×15mm のトールケース型パッケージで、表紙には一般的なチューブ型容器のマヨネーズに大きな赤いバツ印のイラストが描かれています。SCP-248-JP-1 の容量は 4438MB で、133分間映像を再生することが可能ですが、再生時間は3214程度で大幅な空き容量があります。DVD の内容は、白無地の空間に人間のシルエットだけが撮影され、3名の人物が身振り手振りで発言を行います。詳細は、アンチマヨネーゼ、音声ログを参照。SCP-248-JP-1 を人間が視聴し、マヨネーズを摂取すると SCP-248-JP-2 へ変化することが判明しています。B クラスを使った実験により、音声のみの視聴は活性化の影響はありませんが、無音状態の視聴でも SCP-248-JP-2 へ変化することが判明しています。途中視聴、中断した場合でも活性化の影響を受け、SCP-248-JP-2 へ変化した人間はこれまで元に戻った例はありません。SCP-248-JP-2 はマヨネーズへ変化した人間です。SCP-248-JP-1 の視聴後、マヨネーズを接触した瞬間、視聴者の肉体は重力に関係なく50センチメートルほど浮上、直径約3メートルの円を描き、高速で回転します。回転は2時間かけて行われ、視聴者は SCP-248-JP-2 の実例となります。SCP-248-JP-2 の成分と見た目は摂取したマヨネーズに依存し、総量は視聴者の体重と同量分のマヨネーズが生成されます。SCP-248-JP-2 には発話能力があり、B クラス職員を用いた実験では、変化する前の意識や記憶を所持しており、SCP-248-JP-2 をそれぞれ個別に分離した場合、分割した分だけ視聴者の人格が存在し個別に記憶や意識を有していることが判明しています。SCP-248-JP-2 は他者が接触しても肉体的な害はありませんが、消化サイクル中、瓶となって排出するまでの間、視聴者の声が体内から発せられます。この時接触者の体内に存在する SCP-248-JP-2 は、主に精神的な消化される苦痛を接触者に訴えます。なお、SCP-248-JP-2 を食えした接触者の瓶の成分を調査した結果、異常な成分は検出されませんでした。SCP-248-JP-2 は接触夜消化以外に消費する方法はありません。詳細は SCP-248-JP-2 実験ログ1を参照してください。アンチマヨネーゼ音声ログ SCP-248-JP-2 実験ログ1 SCP-248-JP-1 の内容を D クラス職員による情報をもとにジェスチャーと音声を文章化し一部抜粋したものです。分散病から、役者 A がお辞儀をした後、発言をする。役者 A、全くマヨネーズというものは糖分がないことだけはせめての救いなのだろう。それ以外の救いは原料に酢があり、夏場でも常温で放置できることぐらいだ。酢、卵、
油それぞれ3個体嫌いではないのに三つどもえになった瞬間、三位一体の嫌悪感、半固形であることが災いしてか、様々な食材に使用されすぎている、お好み焼き、たこ焼き、マヨネーズが嫌いにもかかわらずセルフサービスのごとくかけられるあの液体。おぞましいことだ。味覚がバカになる。油をそのまま飲んだ方が健康的だ。一言でも嫌いと言えば怪訝な顔をされる。好きで当たり前。嫌いがイレギュラーのごとき扱いだ。だが、言わせてもらおう。少数ながらにあの卵色を嫌悪している存在がいること。15分43秒から。役者 A がおよそ15分間罵倒を続けたところで、役者 B が登場する。役者 B。わしの子供の頃はマヨネーズなんて食べ物はなかったよ。だが今はどうだ。唐揚げにマヨネーズをつけて食べるどころか。マヨネーズに唐揚げをつけるという現象が一部の熱狂者が行っているありさまだ。わしもな。本格的にマヨネーズが嫌いだと証明するために世界中のマヨネーズを吟味した。うずら味、トマト味、アキラ大使。前総額はどれほどかわからんが、嫌いであることに違いはない。役者 B が倒れる。役者 A が近寄り声をかける。役者 A、おじいさん、おじいさん。役者 B、ああ、とうとうお迎えが。最後に頼みがある若いの。最後の晩餐にクソ憎たらしいクソ赤キャップのクソ悪魔のクソマヨネーズを持ってきてくれ。役者 A、じいさん、わかった。役者 A はあらかじめ用意されていたマヨネーズを役者 B に渡す。役者 B は震える手でキャップを開け、一気に吸い込んだ。役者 A、じいさん何やってんだ。こんな。役者 B、慌てるな、若いの。今はの際で分かったことがある。やはり、マヨネーズは、まずい。役者 A じいさん。動かなくなった役者 B を役者 C が画面上に連れ出した後、役者 C が画面に現れる。役者 C、絶望、しているのかい。役者 A、あんたは、誰、いや、そんなことはどうでもいい。俺は今、たった今同志を失ったんだ。役者 C、人は死ぬ定めだ。ところで、君はパンが好きだったね。役者 A、ああ、好きだ。照り焼きバーガー、焼きそばパン、カツサンド、好きだったさ。だけどな、お惣菜パンは、今はマヨネーズの温床さ。成分表確認しても、オリジナルソース、オリジナルドレッシング、という言葉に騙される、ただのマヨネーズじゃないか。半カロリー。だからなんだ。俺はその液体を避けたいだけなのに。役者 C、君には悪いけど、最近じゃカレーパンにもマヨネーズの存在が確認されていることを知っているかい？役者 A、嘘、だ、あの聖域が、嘘つくんじゃねえ。信じられるか。役者 C、悪いけど事実さ。それだけじゃないよ。マヨネーズに跳ね。砂糖との相性の良さも確認されている。ごく一部に限定されるが砂糖をまぶして食していることすらある。ケーキやクッキーのバター代わりに使用されてさえもいるんだ。今じゃ下手者だろうが。そのうちメロンパンも侵食されるかもしれない。君がただ一安心して食べられるパンはもう、あれしかないのさ。わかるよね。役者 A、アンパン。20分23秒から。マヨネーズに対する罵倒が32分14秒まで繰り返される。ログ終了。SCP-248JP 実験ログ1。このログは SCP-248JP 1の影響を受けて SCP-248JP 2に変質した D クラス D27 を人体による効果を調査するため、B クラス職員 B40 に接触させ、消化プロセスに伴い断続的に記録されたものです。B40 は生野菜、キャベツ、人参に SCP-248JP2 を付着させ接触及び消費しました。
初期通過部以降内からいにかけて。B、40、いただきます。B、40の咀嚼に合わせて、からいがんだ D、27の音声が聞こえる。B、27、うわぁもうやめてくれやめてくれほんとうやめてくれ。歯がギロチンのように落ちる唾液が食道がわかる見える体中まとわりつく肉肉肉が。ああ、胃液が俺の身体が伸びる伸びる。分かれて俺が増える。くっついて俺が戻る。細かくなって。俺が俺を、ああ。肉の壁がある肉の壁がある。肉の壁、中略。中期通過部位から小腸にかけて。B、27。俺が何をしたんだよ。ただ人を殺しただけじゃないか。なぜこんな目に俺が合っているんだ。狭いよ。狭いくらいくらいくらい怖い。もうやめてくれよ。俺の周りにある大きな蛇みたいな血管がドクドク脈打つ。人肌の温度で助けてくれー。中略。専門医の見解では数時間で D、27は、および暗所恐怖症を発症したものと考察されている。後期通過部位小腸から大腸にかけて。B、27。目の前が肉より柔らかいものに包まれている俺を包んでいる。怖いよ。怖いよー。俺が通ったところから液体がゴロゴロ迫ってくる。嫌だ。あれはクソだ。助けてくれ。中略。B。40は体調不良による下痢の症状が確認された。体調不良の原因は SCP-248JP2 の接触によるストレスだと推測されている。末期通過部位大腸から排出にかけて。B。27。溶ける。俺が伸びる動く早い壁が俺を押しのける早くなる動きが早くなる酸が降りかかるで。だしとと。B。27の音声はここで途切れた。B。40の肛門から瓶が排出されたことが原因だと判明。B。40の排出物を回収し、検分した結果瓶には何の異常は発見されなかった。排出物から D。27の音声が確認されないことから、消滅あるいは死亡したものだと仮定された。実験終了。事件1。SCP-248JP。実験終了後、収容違反が発覚しました。実験で使用した SCP-248JP。B、27が一滴ほど机に付着しており、それを拭ったティッシュを焼却炉へ。SCP-248JP、B、27がおよそ 2g 着している食器を洗浄し、それぞれ処分しました。後に焼却炉の煙から B、27と思わしき声が空中を無賛し、洗浄処分された SCP-248JP、B、27、下水中に廃棄され、双方は現在、世界中を循環しているものと考えられています。現在 SCP-248JP、B、27の回収を実施していますが成功していません。